い、皆さんお久しぶりです、今回はですね、僕今減量してるんですけど、そちらの方の途中経過報告をしたいと思います。はい、で僕が4月の1日からちょっと減量していて、その時の体重は 93.4kg だったんですが、6月1日に測ってみたら、89.4kg でマイナス 4kg 落ちました。で、その時比較した写真がこちらになります。左が4月の 93kg、まあ、93.4kg、 右がこの間ちょっと福岡に帰った時に割と撮った 89.4kg ですね。2ヶ月ぶりにちょっとジムに帰ったんですけど、まあ、同じ条件で比べたかったんで同じところで、まあ、撮りました。同じカメラ同じ設定で撮りました。ちょっとポーズが若干違うんですけど、まあ、かなり絞れたんじゃないかなと、まあ、特に顔が一番絞れてます。で、月に2キロペースで今の摂取カロリーがだいたい3200キロカロリーですね。1日で有酸素も今のところは特別してないです。まあ、たまに天気が良ければで朝何も予定がなければ10分15分ぐらい朝散歩してるぐらいで、まあ、特に積極的に有酸素運動もまだしてないです。で食事内容としては前かその前の動画で紹介した釜飯を食べてます。で米が3合ですね。で鶏むね肉が 600g、 その時のなんかパックに入ってる量によるんで、だいたい平均して600か600超えるぐらい、まあ、2枚入ってるやつを買ってるんで、あとは鮭の切り身を3切れですね。入れて炊く時もあるし、鮭は後から焼いて入れる時もあるんですけど3切れで、あと、粉ポカリですね。粉ポカリはだいたい1袋トレーニング中に飲むっていう形ですね。なのでまあ70、粉飴で計算して 75g にしてます。でこれプラス釜飯の元のカロリーが 200kcal ぐらいあるんで、それプラスしてだいたい3200ぐらいですかね。で内訳としてはもう釜飯の元の分は計算してないんですけど、総摂取カロリーが3000ぐらい、タンパク質が 208g で、脂質が 43g で、炭水化物が 420g、 粉ポカリの分も入ってます。でこのサイトだと、銀鮭の1切れが脂質 10g って計算なんですけど、まあ、食べてるやつはなんか結構脂乗ってるっぽいので、まあ、13、4ぐらいは入ってるんじゃないかなと。まあ、こういうのって結構その魚に、まあ、コンディションにもよるとは思うんで、まあ、なかなかこう厳密には計算できないんですけど、まあ、そういうこと考えたら、トレムネ抜きの皮も結構適当に剥がしてあるようなやつなんで、50g を超えてるんじゃない、60g 弱ぐらいは取ってるんじゃないかなというところです。まあ、もうちょっと、脂肪分は摂取してもいいんですけど、外食した時とか、なんかこう予定が崩れて他のものを食べた時のために、脂質が多めの外食をした時のために少し抑えてますけど、結局あんまり外食にも行かないんで、まあ、そういう時は鮭を4切れにするとか、3切れプラス目玉焼き2つ食べて、全卵食べて、まあ、脂肪分をだいたい 50g から 60g ぐらいにするような形で食事をやってます。なので3300ぐらいいってるかもしれないですね。まあ、でも結局そういうのってまあめんどくさいじゃないですか。まあ、なので3200ぐらいには固定になってます。結果的に脂質はちょっとセーブしてる形にはなってるんですけど、まあこれで減ってるので今のところ、まあ、これでいいかなっていうところです。はい。まあ、結構さっきの写真を見比べてみるとお腹周りとかも結構すっきりしてきたんじゃないかなと思います。ただ4キロにしては顔がめっちゃ痩せましたよね。多分ここ動画でも結構わかると思うんですが、顔がねすごい痩せてます。この写真見ても93キロの時結構顔がふっくらしてるんですけど、 89.4 の時はかなり顔が痩せてますね。顔が一番痩せてる。だから僕は顔に脂肪が乗りやすいタイプなんでしょうね。体の絞れ具合にあんま比例してないですよね。まあ、それはまあいいんですけど、トレーニングは、今アッパーロアをとりあえずやってます。まあ、重量は2ヶ月経った今もそこまで落ちてなくて、この間ジムに帰った時に、スクワットベンチデッドやって、スクワットが185キロハイバーで5レップ、で、デッドリフトが、まあ、これ 28.5 ミリのバーなんです。いつも他のジムでトレーニングしてるんで、その時パワーバーが使えなくて 28.5 ミリのちょっとしなりやすいバーでやってるんで、バリとか行った時も 28.5 でやったんで、ちょっとまだこれは PR なのか落ちてるのかわからないんですけど、まあ、240キロで5レップ、
足上げベンチの方は、120キロが8レップで、81センチ小指ラインで、減量前が、145キロで4レップできたんですけど、この間145やったら4レップしかできなかったんで、ちょっと落ちましたね。ただベンチに関してはそのエニタイムとか、まあ、大学の早稲田 のシングのベンチ内でやってるんです。あのゴールドジムでやるやつで、ベンチ内がコロコロ変わっちゃうと、なんかこうちょっとやっぱり同じ条件でできないんで、その分で落ちてるのかなっていうのもありますね。この間量産地でやった時は、MBC のベンチ代が結構やりやすくて、 142.5kg5 レップが結構いい感じでできたので、ベンチに関しては結構ベンチ代の差もあるので、まあ、なんとも言えないですね。まあ、一応落ちてはちょっと落ちてはいますね。ただ 4kg 落ちてるにしては、まあ、全然落ちてないかなとは思います。とまあ今までと言っても5年ぐらい前になるのかな。まあ、今までの減量と比べて結構減量ペースがゆっくりです。今までの減量ペースとかだと月に 3,4 キロとかで、一番最初の月はもう本当に4キロとか結構すぐ落としてたんですよね。今はもうその減量始めの月も、まあ、月2キロペースなので、体重の 2% ぐらいしか落としてないんですよね。なのでかなりゆっくり落としてます。初めてこのぐらいゆっくりしたペースで、なおかつほぼ同じものを毎日食べてっていう減量やってみて、やっぱりね、感じるのは今まで結構筋量は落ちてたんだなと、女子も体重もその3キロペースとかでやっちゃうと落ちてたんだなっていうのが感じてます。なんか今は前と比べて体脂肪だけがしっかり落ちてるような感じはありますね。まあ、もちろんペースはゆっくりなんで当たり前なんですけど、で、まあ、トレーニングプログラムもしっかり、まあ、やれるときはやって、まあ、ちょっと忙しいときとかはこうちょっとインターバル詰めたりとかして、まあ、あんまりこう完全にはできてないんですけど、まあ、しっかりスクワットベンチデッドはちゃんとやって、で減量最初からしっかりタンパク質脂質炭水化物を、計算されたりをしっかり食べて、月 2% ぐらいのペースで、僕が作ったやつですね、あのエバレフトのシートにあるやつで、自分でニュートリションシートを作って、それ通りやれば今までの減量と違って明らかにこう体脂肪だけ落ちて、まあ、筋肉が削られてない感じがあるんですよね。前5年ぐらい前の減量だと体重4キロ減ってもこんなに顔痩せなかったですし、まあ、重量もう少し落ちてた気がします。よく言われてる月に 2% ぐらいがいいのかな、改めて思いました。なんか、ま、昔減量始めたらなんかこうあんまり計算しないでとりあえず食事量落とすみたいなことやってたんで、それもあんまり良くなかったのかなと思いますね。最初からしっかりやった方がやっぱり体脂肪が落ちるかなと思いました。結局体重が4キロ落ちたって言っても、 そのうちの極端な話2キロが筋肉なら2キロしか体脂肪落ちないわけですよ。でも2キロ落ちて、それが完全に体脂肪なら筋肉を落とさずに落とせてるわけじゃないですか。まあそういうふうに何キロ落ちたかよりもどのぐらい体脂肪が落ちてるのかっていうの方が大事だなと思いました。で、あと何キロ落とせばいいのかっていうのも正直わからないですね。5年ぶりぐらいなんで何キロ残るのかっていうのがわかんないんですよね。もう最後に大会出てたのが78キロとかだったと思うんですよね。当日にもうちょっとあったかもしれないけど、78キロぐらいだったと思うんで、まあ、それよりは増えてるだろうと仮定して、で昔のペースよりもゆっくり落としてるんで、なんか昔よりも結構筋肉を落とさず減量できそうだなっていうのがあるので、何キロ落とせばいいのか全くわからないっていう状態ですね。80キロになっちゃうのか、それとも82キロぐらいまでで意外といけるのか全然わかんないですね。であとこのエバーレフトのこの場所がめちゃくちゃライティングいいので結構絞れては見えるんですが、まだまだやっぱりあと何キロぐらい落とさないといけないのかな、まあ、あと5キロ以上落としてみて考えるって感じですかね。でもまあわかんないですね。まあ、一応今出る予定なのがマッスルゲートの10月の何日だったかな、第1週の日曜日かなんかにあるので、まあ、まだ全然余裕はあるので、まあ、今のペースでゆっくり落としてみて様子見ようかなっていうところです。ただマッスルゲートが10月の頭にあるじゃないですか。それ終わったら2月に佐賀で JCP があるんですよね。でエバリヒトから佐賀って結構近いんですよね。なんでちょっと出たい気もするんですよ。でも10月におそらく80キロ前半ぐらいになっちゃうんで、そこからまた93キロ級まで戻すと体脂肪が一気についちゃってなんかもったいない気もするので、83で出るかもしれないですね。まあ、どっちにしろ標準記録を取りに行かないといけないので、その全、JCP に出るための記録っていうのがいるので、でも1年間去年の JCP 出なかったのでまた取りに行かないといけない。そうするとまた秋の10月ぐらいにある福岡か、まあ、東京パワーに出ないといけないんですね。でそれもその減量終わった後の体重出ないといけないので、まあ、ちょっといろいろ悩み中です。83の標準記録、その全国大会に出るための記録っていうのが、まあ、620キロなので、まあ、それは多分いけるとは思うんですよね。ただ83キロぐらい、83点何キロとか84キロぐらいで、93の標準記録635を取るのは、まあ、結構厳しいかなっていうところもあるので、その辺はまだ悩み中ですね。まあ、出るならやっぱ83かなとは
思います。はい、そんな感じで減量はやってます。一応まあポージングもしたんでこれも作っておきます。ただね、僕もバキュームがねできないんですよ。バキュームなんかできる人ってすごい簡単にできるじゃないですか。全然できないんですよね。一応練習はしてるんですけどね、ここまで、まあ、だいぶ僕もこれできてる方ですよ。これできてる方で最初全然できなかったんですよ。多分ね、結構他の部位に比べて腹筋が厚めの人っていうのはバキュームするとき邪魔になってるんじゃないかなと思うんですよね。僕結構腹筋がね他の部位に比べて厚めなので、うん、なんかちょっとそれがなんか邪魔してる感がすごいあるんですよ。腹筋がこうへっこませようとしても腹筋がこう頑張るんですよ。力の入れ方とかもあるんでしょうけど、まあちょっとまあ一応練習はしてます。でポージングとかもね練習しないといけないんですよね。ポージングの練習のモチベーションがちょっと皆無なのでちゃんとしなきゃいけないですね。そんな感じでぼちぼち減量やってます。ちょっと腕が細いですね。ちょっと腕を強化すればよかったけど、まああんまり今更言ってもしょうがないんで、まあなんとか頑張って減量していきます。はい、そんな感じで今回は減量の途中経過報告でした。多分まあ、このまま月2キロペースで80キロ前半ぐらいになってまた考えようかなっていうところです。以上です。ありがとうございました。で、これ別件なんですけど新作の T シャツを出します。それがまずこちらがウルフ T です。ウルフ T です。こんな感じです。めっちゃかっこよくないですかこれ。いつもの6ページにデザインしてもらってるんですけど動物シリーズです。A7 とかがバイソンじゃないですか。今回はウルフです。ちょっとこのバルベのフォントに結構デカめのバックプリントです。こんな感じです。表はセンターにシンプルにエヴァリフトだけのロゴです。でこれが、ホワイトじゃなくて、ホワイトはこれなんですよ。これ白じゃないですか。これはね、なんて言うんですかね、きなりベージュでもないんですよね。ちょっとあのヴィンテージっぽい色で、これすごいかっこいいです。この色今までの色で一番好きかもしれない。なんかね、おしゃれですなんかおしゃれな色です。わかります？なんかこうこのデザインと相まってなんかこうヴィンテージな感じのシックというか、なんていうんですかね、おしゃれですうまく言えないですけどおしゃれです。すごいこの色とこのデザイン気に入ってます。であとはディビジョンです。こういうこれもバックプリント大きめのやつで、結構デカめのプリントが、なんていうんですかね、こういうのってグラデーションっていうのかな、まあ、ディビジョンっていうモデル名にしたんですけど、意外と書いてあります。で表はまあシンプルね、胸のワンポイントです。これもねすごくいい感じですね。これは黒白カーキかな。はい、まあ、そんな感じで新作も出るのでよろしくお願いします。今回の新作もねめっちゃかっこいいですね。ウルフとかめっちゃかっこよくないですかこれ。そんな感じで、はい、よろしくお願いします。以上です。